ヤッホー、阿部かや子です。今日は天下一品に来ました。さあ、ちょっと私天下一品が初めてでしてドキドキしました。何を頼もうかなと思ったんで事前にリサーチしてきたんですけれども、これですね、この中野定食 A っていうのがおすすめっていう風に見ましたので、そちらを注文します。なんか気になるポスターが貼ってあってさ、なんかね、ちょっと黄砂で鼻と目をやられちゃってすごく痒かったんです、この日。あ、来たみたい。美味しそうだな。アフレコ取りながらめちゃくちゃお腹減る。めっちゃ美味しそう、食べたい。初めての天下一品のラーメン、見たことないくらいスープが濃厚でした。なんかね、なんか鶏とお野菜なんだって。だからすごくスープがね濃くできてるけど、あんまりその罪悪感みたいなの本当になくてめっちゃ美味しかった。餃子大好きなんだ。嬉しそうに食べてるけど、チャーハンもすごく美味しかったな。なんか一人で来てるからすごい声を発さないように変な人だと思われないように食べようと思ってさ、食べたい、美味しそう。なんか一口目じゃなくてもめっちゃ美味しいって感じる味でした。飽きない味。よく食べるな。私紅生姜結構好きなんだよね。チャーハンの横に紅生姜が多分ついてるんだけど、麺を食べる。ちょっと髪を留めるゴムを持ってくるのを忘れてしまって、完食しました。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。またねー。